菅井直介は JRA 立党トレーニングセンター所属の調教師で元騎手。父は菅井彦像元調教師。菅井志郎はおじ。1985年 JRA 競馬学校を第一期生として卒業して騎士免許を取得。父の菅井彦像級者からデビュー。同期には石橋守、柴田義人らがいる。初騎乗は同年3月2日。 阪神競馬第一競争の新古金、初勝利は、翌3月3日、阪神競馬第七競争の萩野グッディであった。デビュー年の成績は150戦14勝。1990年の第30回キサラギ賞を白大生で制し、JRA 重賞初勝利を挙げる。2008年に調教師免許を取得し、騎手を引退。調教師へ転身した。 機種成績は4163,302勝で、そのうち重賞は4勝だった。2009年に旧社を、開業、3月14日の阪神競馬第7、競争の北高ワンマンで、調教師として初勝利を挙げた。2012年2月12日、共同通信杯をゴールドシップで制し、調教師として、重賞初勝利を挙げた。同年4月15日、 サツキ賞をゴールドシップで制し G1 初勝利を挙げた。同年10月21日、ッカ賞をゴールドシップで制し JRA 通算100勝目を挙げた。旧社会業から3年7ヶ月21日での100勝達成で調教師として JRA 史上最速の記録となった。2014年3月29日、ドバイデューティーフリーをジャスタウェイで制した。 1>, 1分45秒52と従来のレコードを2秒以上更新し、6馬身以上の差をつけての圧勝したことが高く評価された。この結果より国際クラシフィケーションにおいて130ポンドの評価を受け、日本競馬史上初となる単独世界1位にランキングされた。その快挙によって2015年ワールドサラブレッドランキングでジャスタウェイが日本調教馬初の1位となり、 ロンドンで表彰された。2020年12月20日中京競馬 8R で、ルビーカ・サブランカが勝利し、JRA 通算400勝を達成した。カッコ内は、当該場の優勝重賞競争、太字は GIQ 競争。ありがとうございます。